定休日は、毎週水曜日が定休日なんで、はい、もう、まあ、ただ他の日はめったに休むことないですけどね、もう定休日以外にね。なんかお休みの日、ご夫婦で出かけられたりとか、趣味とか何か。もう昔はね、よう言ってたけど、はい、もう年いってきたら、もうどうしても出るのが多くなったり、はい、うん、だから、たまに、まあ、日帰りの温泉行ったりとか、ね、いいですね、うん、この辺やったら うん、どこら辺まで行かれるんですか、うん、それから、ハーバーランドの太鼓の湯とか、万葉の湯とか、で、有馬の、太鼓の湯とか、いいですね、うん、有馬の方は毎週配達行けるんで、それからその帰りに行ったらね、はい、あ、うん、それいいですね、うん、あ、配達なんかもされてるんですね、うん、そこはもう、もうほんまの知り合いなんで、はい、どうしても頼む言われたんで、もう水曜日やったら休みやから行けるから言って、それで配達行ってんだけど、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、お願いします、はい。